カジルスタンにあるコンデンサーは破壊され、裂け目にはもはやアクセスできない。今や我が国だけがインフラワールドにアクセスできる。これにより、新たな戦略及び軍事的視野が広がるだろう。我々は軍事利用が可能なエネルギーを発見するための新しいプログラムを発足させる。すでに兵士と霊体のリンクに成功したが、これは始まりに過ぎない。これは宇宙開発や核戦力の開発よりも重要だ。我々は必ず新世界を発見し、そしてその世界を獲得する。今我が国の新たな時代が始まろうとしている。ペンタゴンの幹部にうんざりか。ほんとムカつく。典型的な最低男。あんなやつエイデンに殺させた方がよっぽど国のためになるよ。俺たちも片棒を担いだんだ。正しいことだって言われたけど、でも結局インフラワールドをペンタゴンの支配下に置きたかっただけ。これからどうする？どこか遠くに行こうと思ってる。普通の生活を送るの。あなたはどうするの？ CIA が全て用意してくれた。大型の高級車にゴルフミーティング。まだ返事はしてないけど考えてみるよ。なあジョディ、俺たちはお互いいろいろあった。俺も間違いを犯してきた。でももう一度やり直して一緒に歩んでいかないか。俺たち大変なことを乗り越えてきただろう。でもエイデンは？すぐになれる。彼もそのうち俺になれるさ。それに彼も俺も君を大事に思ってる。心の準備が少し時間をちょうだい。ごめんライアン。わかった。でも覚えていてほしい。いつでも力になるよ。ああ、そこにいたか。レイさん探してたぞ。ほら、オフィスに行こう。またな、ライアン。ああ、そうそう。俺のオフィスにいいシングルボルトがあるんだよ。後でどうだ？いや、俺はその…おい、ずいぶん釣れないじゃないか。いい酒だぞ。後で迎えに行く。オッケー。こっちだ、ジョディ。辛い決断ってのもあるもんだ。これでよかったのかな。気持ちに正直なら正しい決断ができるさ。ブラックサンと呼んでる。世界最強のコンデンサーだ。周囲にインフラワールドを展開してる。研究しやすいようにね。中に入った人はいるの？中に入れば死ぬだろう。
悪夢以外の何者でもない。ほら行こう。よし、着いたぞ。終わったら迎えに来るよ。オッケー。メイさんの言葉には気をつけろ。ジョーディ、元気そうでよかった。私は役目を果たした。次は CIA の番。CIA のことは心配するな。君はもう存在しない。君はエリザベス・ノースだ。新しい ID と人生。50万ドル用意した。これまでの見返りだ。再出発には十分だろう。再出発するのに昔を思い出させるものはいらないよ。行く前に一つ頼みがあるんだ。妻と娘が15年前のあの事故で死んだ時、私も死のうと思った。泣き続け、言い聞かせ、死ななければならなかった理由を探した。なぜだ。二度と抱きしめることもできない。まるで一生治らない傷だ。だが君が現れた。そして知った。二人が死んだ後もずっとそばにいたことを。ただ見えなかっただけだ。政府はインフラワールドの研究を全面的に支援した。政府は軍事用途を求めていて、私は家族に会う方法を探していた。何年もかかったが、ついにこれを作ることに成功した。いや、元気だったかい、ヘレン。私はインフラワールドの魂と交信するためのコンデンサーを作っているんだよ。死者との会話だ、ジョディ。信じられるかい。私にどうしろと。妻と娘と話したいんだ。声を聞いて私のことを伝えたい。私の研究が完成するまでそれができるのは君だけなんだ。手を貸して。
行かせて、姉さん。とても苦しいの。お願い行かせて。私たちを死なせて。お前、嘘だ。ヘレンじゃない。今のはお前だ。あなたが引き止めてるの。二人は二つの世界の狭間で苦しい。そんなわけはない。嘘をつくな。二人とも私といたいはずだ。一緒にいることを望んでる。姉さん、気持ちはわかるけど。お前に私の気持ちなどわかるか。ああ、これっぽっちもな。さよなら、姉さん。やあ、ジョーディ、また会えたね。まったく厄介な状況だ。わかるね。生かせることも殺すこともできない。君の行動は予測不能だ。正直、解決法は一つだけだ。君の体に薬物を注射する。そうすれば君はこの先永遠に眠る。君のお母さんと同じようにね。簡単かつエレガントに終止符を打つわけだ。さよなら、ジョーディ。君の協力に我々は本当に感謝してる。ジョーディ、君のおかげで私は事実に目を向けられた。助けて、姉さん。私は太古からの夢を叶える。もう誰も死ぬことはない。もう二度と引き離されることはないんだよ。一体何を言ってるの。抑制フィールドだ。私がこれから停止する。インフラワールドが我らの次元に広がり、生と死が一つになるんだよ。向こうにいるのは魂だけじゃない、死そのもの。私は死に勝った。ジョニー、何一つ心配することはないんだよ。私を信じろ。何も心配することはない。